はい、こんにちは、こんばんは、ゲームどうもです。スターホースポケット始めていきましょう。BB ガルダン、作物ができてるね。農園に行きますか。さて、アニマ記念ですね、今回は。いいね。お、嬉しいか。よしよし、お知らせが届いてるよ。優秀の角コラボっていうのが、行われてますね。なんだこれ、コラボガチャ。残念、メダルをもらえただけだった。おー、ミジュルライアン一回もらえてますんで、これは合体かな。さ、頑張っていこう。さ、頑張っていこう。メダルをゲットです。行っていこう。メジロライアンオス馬のみにして、これですね、覚醒度が上がります。覚醒度が2になります。手に入れないといけない。さ、頑張っていこう。さ、頑張っていこう。調子が落ちた。さ、頑張っていこう。これ調子が落ちた。いい感じだね。いい仕上がりだね。あれ10月4日。あー、びっくりした。今週はレースがあるよ。これはちょっと無理ですね。元気だね。アニマですね、人間。これなんだ、小林スペシャル。会話ってなってます。お、嬉
しいか。はい、何です？文句なしですね。さあ、有馬記念しっかり取っていきましょう。うまい、涙流してますね。さあ、頑張っていこう。 1.2 倍、ダントツ。ただいまより投票受付を開始します。鶴翔グリグリ、ディープインパクトやダイヤメジャーと対決します。うん、3番人気はドリームパスポートですね。年末大一番有馬記念です。さあ、中山競馬場っていうとやっぱり直線が短いなので、追い込みが届かずっていうシーンが多く、結構涙を飲んでおります。追い込みで取ることができるか。いよいよ大詰めを迎えました。グランプリレース有馬記念、12頭がスタートの瞬間を待っています。5枠5番。さあ、あなたの、そして私の夢が走っています。あなたの夢はカタノバギャリーかディープインパクトか、私の夢は名将サムソンです。果たして先頭に行くのはアドマイアメインが行く構え、これを追って6番コスモバルクでやります。この辺りちょっと離れている名将サムソン、それからダイワメジャー、それから離されましてデルタブルース、11番ポップロック、そのうちに東証ナイト、ドリームパスポート、内から1頭9番スイフトカレント、外を通りまして10番スイープ東証、それから5番カタノバギャリー、そしてその後ろから3番ディープインパクト。さあ、もう一度前の方に戻ってまいりますと、これが先頭アドマイアメインであります。コスモバルク、ちょっと離されまして名将サムソン、そしてその外に8番ダイワメジャー、差が開いてデルタブルース、その外からは11番ポップロック、内を通りまして東証ナイト、その後ろ3馬身くらいあってドリームパスポート、そして内からはスイフトカレント、外から1頭10番スイープ東証、5番天皇賞馬カタノバギャリー、そしてしんがりからディープインパクトという展開です。人気どころは後ろの方、先頭を行く2番アドマイアメイン、1馬身リード、そしてその後ろから6番コスモバルク、ちょっと離れて7番名将サムソンでやります。外を通って8番ダイワメジャー、そして5番手に1番デルタブルースでやります。その外ポップロック、東証ナイトがその後ろ、おーっと一気に行ったディープインパクトとパケ、さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ、先頭アドマイアメイン、足が止まった怖い馬が来た、3番ディープインパクトだ、並ぶか並ぶか、ディープインパクト捉えるか、ディープインパクト内を通ってアドマイアメイン、粘った粘った、ディープインパクト、ドリームパスポート懸命に追う、一着ディープインパクト、有馬記念勝ったのは3番ディープインパクトだ。あー、なんか追い込みだと絶対これこの中山競馬場は無理だな。3着と残念、大きく破り去りました。1着3番2着12番3着5番。ゲームバランスが、馬がレースから帰ってきたね。痩せすぎだよ、もっと食べなきゃ。いい感じだね。クエスト達成、やったね。さあ、頑張っていこう。というわけで有馬3着に敗れてしまいました。レオンも外してしまう。3着2着3着は本当に有馬は恵まれない。
日経賞ぐらいか。あり、セントライト負けてますからね。中山本当に鬼門ですね、この馬は。はい、何です？というわけでですね、中山だけは苦手な方の場合あり、次走は WBC 挑戦します。応援よろしくお願いします。というわけでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でした。